どうしたアストレア。風邪かな。ちょっと調子悪いかも。え、ストレアが風邪？まさかウイルスにかかったのか。そういうことじゃないと思うんだけど、なんか違和感があるというか。まあそのうち自動修復する。あ、でストレア、わかんない。何これ、誰かが私の中に。何が起こってるんだ。ストレアのアバターがノイズがかかったように乱れている。どんどんノイズがひどく。くそ、どうすりゃいいんだ。ストレア？いや違う、ストレアじゃない。キャラ名も変わっている。ブラックロータス。一体どうなってるんだ。あの君は、うん、あっ、いきなり攻撃してきた。 おい急になんだよ。俺は君と戦う気はな、みたいだな。しかもかなり早い。戦うしかないのか。バーストリンク、バーストリンク、テイッ。まだ余裕だぜ、テイッ。回復するぜ、バーストリンク。はっ、
はい、回復するぜ。バーストリンク。はい、回復するぜ。はっ、そこら、はい、受けてみたまえ。そこら、これで決めてやる。受けてみたまえ。なんじゃないか。まさかここまで苦戦するとは思わなかったよ。今回は私の勝ちだが、次はどうかわからないな。これでとどめだ。なんだまたノイズが。そろそろ時間のようだ。時間？ログアウトするのか。それだったらここでしない方がいいぞ。しばらく空っぽのアバターだけ残って敵に攻撃されかねないから。言っていることがよくわからないのか。どういうことだ。君は ALO のプレイヤーじゃないのか。アミスフィアでログインしたんじゃないのか。アミスフィア、その名前どこかで。さらにノイズがひどくなっていく。時間切れからキリト君、いつか再び会える日が来たら、その時はまた戦おう。ストレア。あ、キリト。大丈夫か。うん、平気だよ。私のアバターがいきなり誰かにハッキングされたみたい。そんなことが可能なのか。普通の人には無理だと思う。カーディナルシステムのセキュリティをかいくぐるなんて。そうか。でもなんでストレアのアバターに違うプレイヤーが入ったんだろうな。わかんない。何が目的だったんだろう。それとも偶然？まあ何せよ、ストレアが無事でよかったよ。心配かけてごめんね。いや、ひとまずゆっくり休むんだ。うん。ブラックロータス、ALO のプレイヤーとは明らかに雰囲気が違ったな。一体何者なんだ。バーストリンク。
が勝負だな。はっ、回復するぜ。ほっ、そこら、はい、回復するぜ。受けてみたまえ。ほっ、そこら、はっ、せい、せい、はっ、せい、せい、せい、ほっ、せい、ほっ、はっ、そこら、せい、ほっ、そこら、はっ、そこら、せい、任せてくれ。バーストリング。これならどうだ。そこら。せい。そこら。せい。は。せい。せい。せい。そこら。せい。は。そこら。擦り傷だぜ。そこら、はい、回復するぜ。はそこら、はい、任せてくれ。はそこら、せい、ほっ、そこら、はい、ほっ、バーストリンク、ほっ、せい、回復するぜ。ほっ、せい、はっ、ほっ、バーストリンク、これで決めてやる。受けてみたまえ。そこら、てい、回復するぜ。バーストリンク、ほっ、てい、くわや、ほっ、そこら、ほっ、はっ、そこら、てい、任せてくれ。受けてみたまえ。そこら、てい、はっ、なんだ。受けてみたまえ。はっ、そこら、これならどうだ。バーストリンク、これで決めてやる。ほっ、そこら、はっ、ほっ、そこら、これならどうだ。バーストリンク、ほっ、さてどう戦うかな。
せてくれ。はっ、てっ、ここだ。これならどうだ。なかなかやるな。名はキリトか。覚えておくよ。それは光栄だな。君の攻撃もすごかったよ。ALOでは見ない戦闘スタイルだったし。なぜとどめを刺さなかった？女だからといって情けは無用だぞ。そんなんじゃないよ。手加減する余裕もなかったしな。それに君にはいろいろ聞きたいことがあるんだ。なんだ、またノイズが。そろそろ時間のようだ。時間？ログアウトするのか。それだったらここでしない方がいいぞ。しばらく空っぽのアバターだけ残って敵に攻撃されかねないから。言っていることがよくわからないんだが。どういうことだ。君は ALO のプレイヤーじゃないのか。アミスフィアでログインしたんじゃないのか。アミスフィア、その名前どこかで。さらにノイズがひどくなっていく。時間切れか、キリト君。いつか再び会える日が来たら、その時はまた戦おう。ストレア。あ、キリト。大丈夫か。うん、平気だよ。私のアバターがいきなり誰かにハッキングされたみたい。そんなことが可能なのか。普通の人には無理だと思う。カーディナルシステムのセキュリティをかいくぐるなんて。そうか。でもなんでストレアのアバターに違うプレイヤーが入ったんだろう。わかんない。何が目的だったんだろう。それとも偶然？まあ何にせよストレアが無事でよかったよ。心配かけてごめんね。いや、ひとまずゆっくり休むんだ。うん。ブラックロータス、 ALO のプレイヤーとは明らかに雰囲気が違ったな。一体何者なんだ。この武器の陳列をお願い。ああ、ここの棚だな。セブンとシャムロックにまつわる一連の騒動が一区切りした後、俺はなぜかリズの店のリニューアル、要するに大掃除を手伝わされていた。陳列これでいいか。あんたセンスないわね。
え？人をただ働きさせといてひどくないか。何よ、エンシェントリングをタダであげたんだからこれくらい当然でしょ。まあそうだけど、こういうのはお客さんの手に取ってもらえるように配置も考えなきゃ。例えばこの盾はお店に入ってきた時にすぐ目に入るようにこの向きにして。大丈夫かリズ？ごめんこの盾思ったより重くて。あんまり無理するなよ、ちょっとそれ貸して。これでいいのか？ありがとう。いいわね、軽々持ち上げられて。私も結構筋力値は上げてるんだけど、キリトと比べると全然だわ。リズは代わりに俺にはない特化した家事スキルがあるからいいんじゃないか。それに困った時は俺を呼んでくれればいいよ。またすぐそういうこと言う。何か変なこと言ったか？そんな風に言うなら常にあんたを呼び出すことになってもいいの？それは困るかもな。ほら、やっぱりそうじゃない。でもリズが、リズ？手が止まってるわよ。やっと。お疲れキリト。どういたし、このコルクボードは？ああ、これリンダースの店に飾ってあった写真。バグのせいで70だが、俺たちそれに思う。それこそそうね。な、約束よ。な。ふーん、え？これは写真結晶か？そう、まずはそれじゃあキリト。俺も写っ、当たり前でしょ。ん、リーズ何よ、動かないで。いやでも、もうまだ動くつもり？えぐ、え、この店での大事な1枚目の写真。おそれじゃあ撮るわよ。私はここでキリトとの思い出を築いていきたい。これからもよろしくねキリト。何か必要なことはあるかしら？さて始めますか。また来てね。何か欲しいものがあるのか？いつでも、何か欲しいものがあるのか？他の品も見ていってくれよな。
他にはまた用事があったら寄れよな。今日は買い物に付き合わせて悪かったわね。ここは私がおご…あら？どうした？ねえキリト、あそこに座ってるのって…ん？ああ、セブンだな。ずいぶん難しい顔してるけど、どうしたのかしら。ちょっと声をかけてみるか。セブン、キリト君、それにシノンちゃん？難しい顔してどうしたんだ？え？どういうこと？今下を向いてうなってたじゃない。それが気になって声をかけたのよ。ああ、それはね、どのケーキを頼むかで悩んでたの。は？ケーキ？キリト君、今ちょっと心の中でバカにしたでしょ。いや、そんなことはないぞ。じゃあ、これなんかいいんじゃない。へえ、プリンセストールトね。シノンちゃん、なかなかいいセンスしてるわね。そこのウェイトレスさん、このケーキをお願いするわ。なんだ、そのプリンセスなんちゃら。プリンセストールタ、スウェーデンの伝統的なお菓子なの。 ALO、 とりわけここスバルト・アールブヘイムでは北欧神話の色合いが強いでしょ。おそらく運営側もそれを考慮してこのケーキを実装したんだと思うわ。そうだ、プリンセストールタって大きいの。私だけじゃ食べきれないから、キリト君とシノンちゃんも一緒に食べない？いいのか？今日は特別、たまには仲良くティータイムっていうのも悪くないでしょ。そうね、それじゃあお言葉に甘えさせていただくわ。北欧の伝統菓子か。ALOに来なかったら知ることはなかっただろうな。キリト、北欧神話についてはあまり詳しくないのかしら。触り程度の知識しかないと思う。暇があったらいろいろ調べてみると面白いわよ。物語もキャラもとてもユニークだしね。日常的なものが突飛な発想で面白く描写されていることもあって、そういうところに夢があっていいのよね。へえ、例えばどんなものがあるんだ。そうね、色の解釈とかかしら。例えば赤だったら虹ね。虹？そう、北欧神話には天上の世界につながる虹の橋っていうのがあってね。赤は虹の外側に来る色でしょ。それは敵の侵攻を防ぐための炎なんていう逸話があったりね。へえ、色一つでもなかなか面白いな。まあ、至って非科学的だけどね。あら、科学者様はこういったロマンには興味ないかしら。一般教養としては知っているわよ。ただ
そういった絵空ごとを追いかけるよりは、未知なる事象を科学で証明していく方がよっぽどロマンを感じるわね。そうかしら。解明されないからこそのロマンも世の中にはあると思うんだけど、それに VR 世界にいるのに空想的なものに否定的だなんて、ちょっと損をしているんじゃない？そんなことないわ。私は私でこの世界を十分堪能してるもの。フルダイブシステムの体感、これこそまさに科学で証明された夢の結晶なのよ。それをあなたは。まあまあ、二人とも。は？何？突然セブンの方見て吹き出して。そういうことね。ちょっと二人とも、なんで私を見て笑うの？かなり失礼じゃない？ごめん。だって、セブンが口の周りにクリームつけたまま熱弁振るってるからさ。どこどこ？もう早く行ってよ！そう言われても、口を挟める空気じゃなかったしな。その空気も、クリームをつけたままじゃ台無しじゃない。恥ずかしい。結構可愛いとこあるのね。ああ、セブンも年相応なところがあるんだな。